はいどうもひこもんです。まったりマイクラ第8話になります。結構進みましたね。で前回ねすごい広い空間を制圧してだいぶ自信がつきました。さらに安定させるべくもっと鉄をね見つけていきましょう。鉄はやっぱり地下です。その前にちょっと姿を変えます。なんかね変えられるそうなんですよね。どっから変えるんだ。これですねかな。結構いろいろありますね。まあとりあえず入れます。だんだん細かいことし始めましたよ。これかな。これですね、白い T シャツにしてみました。いやもっと違うのがいいかな。原始人使ってみましょう。これとこれはどう違うんだ。まあいいでしょう。こっちで OK です。これでいってみます。はははは。遊ぶマイワールド。鎧してるからわからないっていうね。 OK です。では鉄を取りに行きます。完全にフル装備ですよ。鉄の腑肉はもういらないよね。もう完全に敵が湧かないです。この辺をね掘り進んでいけばいろいろあると思います。おお水だ。自分で埋めて忘れるっていうね。忘れちゃうよね。この辺掘っていきましょう。銅の使い道がわからないんだが。うわここもか。お敵が湧いてますね。まだ脇ポイントあるのかなと思ったら草でした。前回もやりましたね。草がどっかこれ。クリーパーに見えんだよね。おお、なんかこんなとこに隙間があります。とにかく銅は多い。わ、ここ落ちてくるやつだ。この松明の置いた時の明るさがいいですよね。そこに気持ちよさを感じます。下に空間があります。なんでしょう。やっぱり銅なんだよな。あ、鉄だ。鉄発見です。おお、掘ってみるもんだな。お、音楽が鳴りました。この辺に松明。鉄。銅が多いですね、本当に。この先には一体何があるのか。まあ、こっちはこれぐらいにしときましょう。お、スライムがすごい。どうすんだ、これ。どっから湧いてきた。これはゴールドか。まだいる。お、あそこに鉄があります。行きましょう。もうツルハシがいくらあっても足りません。おお、なんていうところに落ちたんだ。なんだあそこは。うわダメだ。どうしましょうかね。とりあえず取れるものは取っていきます。ゴールドも取っちゃっていいかな。いいとも。お、硬い。取れない。なぜだ?どういうことだろう?これも崩さない方がいいっすね。なんで取れないんだろう?とりあえず荷物を預けに行きます。調理した羊肉を食べていく。このチェストボックス重ねられるようです。上に置いてみましょう。ここに置けるらしい。置けない!何か特別な技があるのかな?ひろいちゃんもね。もう一つここに作っておきます。木材こっちとかね、分けた方がいいですね。木材系はこっち。石系はあっち。ツルハシをもう少し作っていきます。これぐらいでいいでしょう。さらに鉄の延べ棒を作っていきます。水の中を攻略したいですね。うわ、骸骨だ。骸骨め。OK です。おお、まだいる。逃げやすくしておきます。お、こんなところに鉄がある。鉄取ってきます。お、鉄たんまり。やっぱり深いところにあるよな。山は一体。すごい深いぞ、これ。なんという深さだ。ここにも鉄があります。飛び道具はずるいよな。今のところ使い道のない銅が多いです。おいていていて。なんだな、釣り。ツリーな。後ろから迫ってくると、こんなところ来れるんだ。びっくりしたな。完全に油断してました。こんな断崖絶壁を来れるんだ。いてて。なんだなんだ?ゾンビだ。うぅ。そんなのあり?子供だ。ひどいな。落下して死ぬとこでしたよ。
鉄発見です。そして銅です。山削ってるよりこっちの方が楽しいですね。こっちは一体何なんだ。あ、マグマがある。初めて見ますね。うおー、すごいすごいすごい。うおー、水が流れた。やっちまったのか、これは。止めようがないね、これね。むやみに天井は崩さない方がいいかもしんない。止めようがないな。止まんのかな、これ。おー、止まるのか？いや、止まんないのか、これ。止まらんのだが、この水の量はなんだ、一体。お、止まった。いや、止まらない。止まらんのだが。なんだこの水は。止まらない場所もあんのかな。お、止まった。やっと止まったよ。大変だったでござる。というか、暗いな。松明。明るい。暗いと不平不満を言うよりも、澄んで明かりをつけましょう。これ、うかつに穴を開けるとね、水が落ちてきそうです。うおう、もうつるはしがない。帰りましょう。もうあそこに鉄がある。鉄じゃなかった、どうだった。怖いっす。怖い怖い。リンゴすごいな。すぐ満腹になった。スイカよりリンゴだな。まあ、リンゴは入手しづらいですけど。とりあえず荷物がいっぱいなので帰ります。ツルハシを持っていきます。このチェストボックスはそのまま運べたらいいんですけどね。ではもう一度アタックです。奥深い。お、レッドストーンだ。でも今の感じだと取れないんですよね。ゾンビです。どっから来た。お、あそこに鉄あります。あれ取りましょう。またホラーみたいな音が鳴りました。松明の数に限界はないのだろうか。ここから橋を作っていきます。OK です。鉄ゲットです。ほんと鉄は少ない。ゾンビがおりますね。うわー、お、スライムだ。スライム、こっち来れんのか。水に流されていく。おお、危ない危ない。おお、怖い。こんな接近してくんのか。弓矢の意味。危ないな。こんな接近してくるとはな。照らせ照らせ。松明で照らせ。おお、いたたたたたたたいたたたた。どうしたら治るんだ。おお、かろうじて。あ、一つは残るのか。鬼ではないんだな。どうしたらいいんだこれ。うわ、僕のところに鉄だ。魔法使いが怖い。こんなところに鉄がいっぱいある。じわりじわりと降りています。魔法使いの攻略わかんないですね。調べないと。圧倒的に強い。うわ、お、鉄だ。ここにもある。やっぱり鉄は地下だよ。うわ、水だ。ここから橋を作っていきますか。うわ、ダメだ。うわ、いっぱいいる。やばいやばい。うわ、来てる来てる。危ない。このゾンビがよく落ちないよな。うわ、やばい。エンダーマンだ。エンダーマンがいる。このチビゾンビが痛い。このチビゾンビ強いぞ。そしてエンダーマンがいるので、ちょっと無理ですな、あっち。クリーパーだ。うわ、破壊しよってからに。うわ、魔法使いもいる。魔法使いもいるし、エンダーマンもいるし、無理だ、これ。どうするべきか。とりあえず荷物を置いていきましょう。
あんまり進展がないな。なんだあの明かりは。逃げやすくしておきます。向こうから来てね、すぐ下に降りる階段を作りたい。作れないなこれな。うわ、骸骨がいる。あそこにから掘ってみるか、下まで。遠いぞ。行ってみるか、この辺から。ここから行くか。なんかペシペシ音がするんだが、何なんだ。もう空間にたどり着いてしまった。まだまだだな。甘かったな。今度は向こう側に掘っていこう。お、鉄だ。ラッキー。しかも結構ある。お、だいぶ近くなってきたぞ。あそこに鉄がある。横に掘り進もう。ツルハシあと一本です。なかなか空間に出ませんな。そろそろ下に行きましょう。うわ、壊れてしまった。ダメだ。ツルハシがもうなくなりました。帰ります。あ、行商人あんなとこにいる。ダメでしょう。やられちゃうよ。あ、ラマがやられている。この辺を下ってって、ここに出ます。で、この大空間を制圧します。私はまた戻ってくる。次回ね、この大空間の下へ行きます。またまったりマイクラに来てくださいね。バイビー。